私どもの先祖は峰入りの保存と伝承に大変な知恵を働かせてきました。例えば火災等の災害で大切な衣装や道具が一度になくなってしまうということを防ぐため、これらをそれぞれの家に保管してもらうとか、役割の伝承や確実に富士山にスムーズに行くことを狙って、それぞれの役柄を家や地域に割り当てるといったふうに Thank you.
Thank you.
様、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではここで総合司会の方にマイクをもう一度石田恵里さんにお戻しいたします。